い、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、勉強しなければいけないっていうのは分かっているけども、なんか勉強する気になれないなとか、やる気出ないな、モチベーション上がらないな、まあそういった方多いと思いますので、まあそういった時どうやって対処していくのか、具体的に3つの方法をお伝えしようかと思っております。宅建試験っていうのは、やはり勉強する期間って長いんですよね。この動画今撮ってるのは5月なんですけども、5月からであったとしても、試験日まで5ヶ月あるんですよ。5ヶ月。5ヶ月間ずっと勉強し続ける、やる気をね、保ちながら勉強し続けるって、なかなか至難の技じゃないのかなって私は思います。私自身もやはり、やり始めて、1ヶ月ぐらいはね、頑張って、モチベーション保てるんですけども、そこからやはりですね、一旦やる気なくなっちゃうんですよね。まあ、この原因っていうのは、やはり、やっていても、あんまわからないんですよね、内容が。で、頭に入ってんのかな、実力ついてるのかなってわかんない状態で、まあ、ずっとやってるっていうのも一つあるんですけれども、やはり、まあ、続けていけばね、やはり実力って上がってくるんですよ。まあ、もちろんやり方を間違えないっていうのは前提なんですけども、まあ、少なくとも勉強はやり続けなきゃいけないんですよね。なので、まあ、今回は3つの方法をお伝えしようかなと思っております。で、まず今現状のレベルがここだと仮定して、おそらく勉強を始めようって思った時は、何かしら目的があったと思うんですよ。目的。宅建合格っていうのは目的じゃないですよね。宅建合格して、その先、例えば、資格手当をもらいたい。毎月2万円もらいたい。毎月2万円もらったら、年間で24万円プラスアルファでね、収入が増えるわけですよね。それを持って、ちょっと海外旅行1年に1回は行きたいなとか、目的があると思うんです。独立したいなでもいいです。人によってこの目的っていうのは違うと思います。転職のためとかもあるかもしれないですよね。あくまでも宅建合格っていうのは、その目的を達成するための手段に過ぎないんですよね。なので、一つ目の方法として、やる気の出し方の一つ目の方法として、目的をもう一度見直す、考え直す、思い出す。これが重要になってきます。もう勉強を始めると、もうこっちに集中しちゃうんですよ。でもここばっか見てしまうと、やっぱやる気って下がってくるんですよ。初めでも言った通り、初めってわかんない内容がすごく多いわけですよね。なので、もうわかんないなぁと思いながら勉強を続けて意味あるのかなって思っちゃうんです。それはもうここを見てるからなんですよね。だから、一旦ちょっと落ち着いて、もう一回目的、なんで宅建受験しようとしたんだろう、何のために宅建の資格を取ろうと思ってるんだろうって立ち止まって考えてみて、ああそうだ、あのためだって思ったら、そのあのため、つまりこの目的、これを達成するために今勉強してるんだと。これ絶対達成したいな、海外旅行行きたいな、収入ちょっとでも上げたいな、転職に有利になりたいな、今の仕事、パワハラで先輩からいろいろ嫌がらせがある、もうここから抜け出したい、でも転職するのに、資格があった方がやっぱ有利になる、だからそのために資格取るんだ、ちょっとの我慢だ、頑張ろうみたいな感じでこっちに焦点を当てると勉強ってまたしやすくなるんですね。なんで一つ目として目的を再認識する、再度思い出す、これやってみるといいと思います。で、二つ目ですね、危機感を持つっていうことなんですけども、これはですね、一番とはちょっと逆って考えていただくといいと思います。一番っていうのは、この宅建合格することで得られるメリットの話ですよね。で、二番目っていうのは、逆に宅建に落ちた時に被るデメリットって考えると分かりやすいかなと思います。実は私はこっちの方法でやる気を、まあ、出し続けていたっていうのかな。モチベーションを保ってたんですよ。二番の方法で。これどういうことかというと、私の場合は、宅建受験しているとき、周りにいた人っていうのは、年配の方が多かったんですね。で、年配の方っていうのは、宅建試験、すごく昔のね、昭和とかの時代のことしかわかんないんですよ。で、昭和の時代っていうのは、宅建試験簡単だったんですね。もう比較的誰でも合格できるみたいな感じだったんで、宅建に合格できないやつはありえない、みたいな考えを持ってたんですよ。なんで、もし私が宅建試験に落ちちゃったら、もうバカ扱いされるっていうのがもう目に見えてたんですね。だからもうそれが嫌だったんですよ。もうバカにされるのが嫌だ。なので、もう勉強ができないなって思った時は、その人たちからバカにされることを思って、それが嫌だから、もう勉強しようっていうような感じで僕はやってました。
なので今やらなかったらそういった悪いことが起きるぞと、そういった自分の嫌なことが起きるぞ、そういった危機感を持って勉強をしてたんですね。まあデメリットから逃れる、嫌なことから逃れるために勉強すると、まあいったイメージです。で、三つ目の方法、これは小さな目標を立てましょう、達成できる目標を立てましょうっていうことです。例えば1日1問でいいから勉強しようって決めるんですね。1日1問であればこれは達成可能じゃないですか。で、1日1問ぐらいだったらね、そんな達成感ないかもしれないから、じゃあ次は3問にしようとか、徐々に増やしていくんですよ。徐々に。いきなり1日2時間20問やろうって決めたとしてもできないんですよ。まあ1日2日できるかもしれないけども、もう3日目4日目もできないみたいになっちゃうので、とりあえず続けてできるぐらいの勉強量で設定するんですね。小さな目標を設定します。これは人によって異なるので、あんた自身で、まあこれぐらいならできそうだなと、毎日。2問でもいいです。3問でもいいです。1問でもいいです。とりあえずやってみる。そうすると少ない問題かもしれないけども、こうやり続けていくと、わかる問題って増えてくるんですよ。まあもちろんね、頭に定着させるまではいかないかもしれないけども、あ、これなんか前にやったな、とかって思い出したりするんですよね。これでもだいぶ前進してるわけです。初めての時っていうのはやったなとも思わないわけですよ。初めて見る問題で全然よくわかんねえなって思ってたかもしれないけども、2回目になったら、あ、なんかこれやったことあるなと。で、3回目になったら、あ、これってこういうことだったよな、ちょっとかすかに覚えているみたいな。で、4回5回やっていくと、あ、これはこういう理由だったからこういう答えになるなとか、ちゃんとわかるようになってくると。で、少ない問題であったとしても、こうやればやるほどわかる部分が増えてくるんですよ。で、分かる部分が増えてくると楽しくなってくるんですよね。で、そこまで来るともう勉強ってある程度習慣化されてるんですよね。毎日やることによって自分自身で達成感も得られるし、また分かる問題も増えてきて徐々に楽しくなってくる。まあ苦にならないって言った方がいいかもしれないですね。楽しくなるまで行く人ももちろんいるんですけども、まあ苦にならなくなる、勉強自体が。なんで小さな目標を立てるっていうのも一つの方法になってきます。まあ、人によってどれを使うか、また人によっては2つ使うっていう方もいらっしゃると思うし、まあ、3つ全部使うっていう方もいらっしゃると思います。まあ、全然どれでもいいです。とりあえず勉強を続けることができればいいわけなんで、まあ、どれか1つでもいいので、まずは試していただければと思います。最後まで諦めずに頑張っていきましょう。レトスの小野でした。